森崎王、イエーイ。さっきの森崎王のことどれだけ分かっているか。森王がみたいな。さあ森崎のことどれだけ分かっているか、皆さんに8問のクイズを出しますので、書いて手を挙げて挙手制で答えてください。それじゃあまず第1問から、これちょっとスペシャル問題ですよ。これも早くできた人の勝ちだからね。はい、いきますよ。第1問はこちら。森崎は全部で何泊でしょうか。違ったよ。先に書いてたのに誕生日じゃない。はい、ガーズ24。ブブー。え、漢字だと何歳。はいはい、モナ36。ブブー。はいはいはい、32。ブブー。はいはいはい、モナ37。ピンポン。頑張って数えたけど36だった。37でした。なんでだろう、どっかで間違えてるのが一番多かった。分かった、36ってやった。それ違う、それ違う。今私も最後なんか違う気がするなと思いながらやったんだよな。惜しい、惜しいです。37が正解でした。第1問、てれん、森崎は全部で何泊でしょうか。13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、36、37。正解は37画でした。これちょっとメモしとかないと忘れちゃいそう。それでは第2問目いきたいと思います。ダダン、私は身長 165.5cm でしょうか。はい、はい、あず 5.3。 ピンポーン。すごい、プロフィールに書いてありますので見てくれてたら分かると思います。実際どっちが高いんだっけ。私の方が高いよね。そう、全然高い。62でしょ。3だ。そうだね、2センチぐらい違うんですよ。第2問、トゥルン、私は身長 165.5cm でしょうか。正解は 165.3cm です。 3mm です。そうなんです、3です。しかも3は私の好きな数字なんです。だからまあ、もしね、本当に当たんなくてもモモリティが好きな数字3みたいな感じで答えてくれたら、まあそれもそれで嬉しいかなと思います。さあ第3問いきます。こちら、もし明日地球が滅亡するとしたら、私は今何を食べたいでしょうか。今何を食べたいでしょうか。はい、はい、まだかぼちゃの煮つけ。あ、惜しい、惜しいです。いや、そうなんだけど、そうなんだけど、お母さんが作ったかぼちゃの煮つけ。はいはい、まずカツ丼。ブブー。もう活動終わったの。はい、終わった。はい、こてつ、お母さんのかぼちゃの煮物、正解でーす。おい、一緒じゃん。違います、やっぱお母さんが作ったかぼちゃの煮物じゃなきゃダメなんです。お母さんも作ってる場合じゃないよね。お母さんも作ってる。私は強制的に言うから、お母さんお惣菜かもしんないでしょ。そうだよね、そんなことない。もし明日地球滅亡するとしたら、私は今何が食べたいでしょうか。これは正解はお母さんのかぼちゃの煮物です。でもこれは結構答えられる人多いじゃないかな。もう明日ですってニュースになったら、お母さんかぼちゃ使ってって絶対に言います。もう、はい、でもしょっちゅう作ってくれるんですけど、もう本当にこれを大好きな味なんですね。今ちょっと母親の味を受け継ごうとちょっと勉強中なんですけど、なかなかね、お母さんの適当なんですよ、調味料入れるの。だからなんかこう大さじ3とかなんかそういうのがないんで、なかなかあのぴったり母親の味にするには難しいなと思いながら頑張って勉強してます。さあさあさあ、いい感じです。続いて第4問、私は最近何味の植物性プロテインを買ったでしょうか。これはジムで結構飲んでるプロテインを見てくれてたら、モルティは何味が好きなのかなっていうのが分かると思います。あ、じゃあ違う、はい、何でしょうか。はい、あず、ココア。ピンポーン。おっとっと、すごい、すっごい抹茶食べました。さあ第4問、じゃん、私は最近何味の植物性プロテインを買ったでしょうか。正解はココア味です。これはいいですよ、肌にも、肌もツルツル、爪もピカピカ、髪の毛もサラサラになりますからね。みんな植物性プロテインは飲んだ方がいいですよ。女性は特に女性ホルモンが増えます。さあ続いて第5問、じゃらん、私が1年半前に行ったフランスの都市はパリとどこでしょうか。なんか言ってた、言ってましたよ、はい、パリとどこでしょうか。はい、あず、パスタ。パスタは違う。食べ物の名前です。はい、はい、あかり。ローマ。そう、ローマは国が違う。はい、ミラノ。
ますの第二の都市と言われています。とても新しかったり古かったりいいところなので行ってみてください。私が1年半前に行ったフランスの都市はパリとどこでしょうか。これは正解はリヨンという都市ですね。はい、パリから下に下るんだけど、新幹線みたいな特急電車で2時間ぐらいかなかかりました。その時はもうパスポートも盗まれたりして帰ってこれないかと思いましたが、もう無事になんとか帰ってこれて本当に、ああもうね、8日間の旅っていうか、あっちに4日間いて、8日間をもう超健康に安全に過ごしたんですけど、8日目に寝られましたね、特日に。これはもう本当に忘れません。リオンです、皆さん覚えておいてください。それでは次の話題いきます。続いてはこちらです。第6問、私の両親が出会った場所はどこでしょうか。これは結構言ってるからね、はい、分かってくれると思うけどね。はい、あず、はい、温泉、ブーブー、はい、はい、まだ高校、ブーブー、はい、図書館、ピンポーン、そうだ、そう、図書館でロマンチックな出会い、高校じゃんかよ。違うですよ、場所だからね。温泉、そう、温泉やばいの、温泉、いきなり混浴、いきなり混浴ですか。図書館で、いや、わかんないよ、卓球とかでバーンってやったら、あ、すいません目と目がある。素敵なロマンチックな出会いをしたという両親、私はどこで出会うのでしょうか。私の両親が出会った場所はどこでしょうか。もうこれはとってもねロマンチックな場所なんです。正解は図書館、町民図書館ですよ。もう町民じゃないわ、町立図書館っていうのか、町立図書館、もうロマンチックじゃないですか。しかも夏休みにお互いに勉強をね、夏休みの勉強を、宿題をしに来てて出会ったらしくて、そのまま7年間付き合ってゴールにして私が生まれました。もう本当に図書館とかで出会ってみたいですよ、運命の人に。絶対いいですよね、図書館通わなきゃ。いいだな。さあ続きの質問も行きつもりといきたいと思います。噛んだね、噛みまくったね。こちら、私の TWICE の推しメンは誰でしょうか。はい、ママ、ブーブー、ママちゃん、ママちゃんも可愛いけどね。ごめんなさい、本当にあ、もうわかんないわ、じゃあ。はい、サナちゃん。あ、ブーブー、はい、メロン。メロンもいないな、ごめんね。この名前は絶対違います。TWICE ですよ。はい、TT。はい、リンゴ。違います。そんな名前いません。はい。違います。みんな、TWICE、名前人の。ごめんなさい。はい。違います。サナちゃんも可愛いけどね。サナ違うね。サナ可愛い。あとみんな惜しいところで。はい、ナナ。惜しいよ、わかり。どっちかの名前。はい、アズ。ミナ。ピンポーン。なんですけれども、今日待っております。みなちゃん、皆さんもぜひ見てみてください。すごく美人で上品で可愛い方です。私の TWICE の推し名は誰でしょうか。これはですね、もう本当に大好き。正解はみなちゃんという子ですね。今みなちゃんはちょっと休業中なんですけれども、はい、このみなちゃんが帰ってきてくれるのを私は本当に待ってます。さあ、それでは最終質問ですね。行きたいと思います。はい、最終質問はこちらです。私の初恋の人の名前は何でしょうか。はい、どれだろう。違います。はい、最初の
のじゃあ最初の名前は、うん、名前っていうかあれはタです。タロウじゃん。タロウじゃないんだ。じゃあはい、まず書いちゃった。タクヤ違います。はいはい、タスヤ違います。はい、タカシ違います。タカシ来ないな。はいはい、タケル違います。はいはいはい、タクマ違う。はいはい、タカシ違います。待って待って、ごめんなさい、文章の名前。たくみ。ピンポーン。やっと正解はたくみくんでした。見てない、見てないです。はい、年中さんと年長さんで大好きな名前やってめっちゃ面白い、ね、難しいです。たくみくんでした。絶対当たらないやつおもろい。ドゥルン。私の初恋の人の名前は何でしょうか。これは私が保育園の時ですね。はい、恋をした子がいます。でも待って、あれは恋と言っていいのか、なんか絡んでただけ、なんていうのかな。まあでも、正解はですね、たくみくんです。これはたくみくん、たくみくんです。これははい、まあちょっとこれは年中さんの時にたくみくんのことを気になり始めて、年長さんは同じクラスだったんですね。でなんか一緒にご飯を食べたりしていました。懐かしいです。あの頃はまだその頃は5歳とかでしたね。さあということで結果は関根さんが何ポイント？おお、初、初なんだけど。3、誰よ？アライムさん？お、サドンデス？サドンデスだ。これどうしよう。じゃあ今考えて問題。わかりました。じゃあ今問題を考えましょう。あ、私がよくスターバックスで飲む飲み物は何でしょうか？はい、はい、はい。じゃんけんして、ちょっと。今分かんなかった。最初負け、はい、じゃんけん、はい、あぜ、お、チャイ、オッケー、正解でーす。ということで森崎王は関根あずさでした。イエーイ、初めて王冠取れた。ありがとう。バイバーイ。丸くなったら面白いね。ね。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで以上、アップアップガールズかっこかりでした。